さんこんにちは、未勝流中山文庫会の中山候補です。大変ね、久しぶりの YouTube となってしまいましたけれども、相変わらずね、世の中の方はコロナの方が、感染拡大ということでですね、ちょっとどうなるのかなというようなところがあるわけですけれども、まあそんな中ですね、まあ皆さん方にはこうやはりお家でお花を楽しんでいただくということがね、良いのかなというふうに思いながら、今回の YouTube もやっていきたいというふうに、思っております。今回の花材ですけどね、まず主材は、こちらに持ってますようにですね、栗をね、もうそろそろ季節となってこようかというところですけれども、まあ、この、栗は食べるものでもありますけどね、こうして生け花でも楽しめる花材として、あります。これの扱い方をね、中心にしながら、皆さんにお送りしていきたいなというふうに思います。でこの他にはですね、こちらのリンドウ、それからお見返し、それからこのね、菊というところでやっていきたいと思います。まずね、この栗ですけれども、自然の状態というか、まあお花屋さんから来た状態というのは、だいたいこれぐらい葉っぱがたくさんついてるわけですね。これを少し省略していきながら、この枝ぶりをはっきりさせていく、ね、特徴を出していってあげる、まあ、そういうことがね、まず最初にやっていかなければならない、ね、こととしてあります。ではそちらの方を少しねやっていきます。先ほどの枝がね、これぐらいすっきりと、しました。でポイントとしてはですね、実を見せる、ね、それから枝分かれの部分を見せるということを、中心に考えながら、葉っぱをね取っていったわけですけれども、まあ、これぐらいの程度でね、少し、整理をしてやれば、ね、一本一本がそれぞれ実もはっきりし、枝ぶりもね分かるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっともうちょっとね、他の枝も、整理をしていく様子をね、ちょっとご覧いただければと思います。はい、最初の枝はこんな感じというのを見ていただいて、それから整理して、ね、そちらに進んでいきましょう。はい、先ほどの枝がね、これぐらいすっきりとした感じになりました。でもうちょっとね、見ていきましょう。はい、それでは次はこの枝ですね。この枝はどうなるでしょうね。はい、ちょっと大雑把ですけども、大体こういう感じでね、また後でさばくかもしれませんけども、大体この程度は最初にねしておくといいかと思います。はい、それではね、主材である栗からね、最初に、現在ね立てていきたいと思います。はい、それではね、まずこの枝をですね、一番中心のタイという役枝にねしていきたいと思いますけれども、寸法はですね、だいたいこの器の直径の2倍と深さぐらいですね。少し形を整えながらですね、どっちに向けようか、こっちに向けるか、こう向けてやるか、ね、こっち持ってくるとちょっと重なりが強くありますので、こちらの、右側ですね、そちらから、見て右側の方向に、向けていきたいと思います。それから次に葉というね、全体の中でいう2番目の役枝ですね。寸法は体の4分の3程度で、それはこちらをね選びましたけれども、これをですね、4分の3程度に切り、このね、立ち上がる体に対して広がりを与えるという気持ちで、ね、葉を入れていきます、ね、斜めに切って、ね、割れ目を加えると立ちやすいですね。で左右バランス取るというね気持ちで入れていきます。次に後ろ添ですけどね、まだ整理してないこういう枝があるんですけれども、このやはり実をまずね、生かさなければならないというところでいうと、実の高さが今のねこの辺の位置に来るよというところで、まず逆に寸法をね取っていきたいと思います。
こうした時にですね、上のこういう付けだと、喧嘩しない場所ね、そこでもう先を落としてしまいます。これは分からないようにというね、意識が大事ですね。これぐらいの感じ でなおかつこちらの付け枝も少し整理を行っていきます。これぐらいね、表情にいたします。そして後ろにね、剣山の中心ラインの一番奥にこう入れて、後ろ方向にね、傾けていきます。基本的な構成はこの対陽、それから今入れた後ろ添えというね、3つで完成されます。であとはね、添えの枝をそれぞれにね、足していきたいと思います。はい、あとね、これにちょっと葉だけのものもちょっと加えて、この中間あたりの量感をね、少し加えていきます。はい、これでね、大体の骨格はできたというところです。葉のね、量感といいますのは、こうやはり多すぎてもいけませんし、少なすぎてもいけませんし、整理をしながら生けていって、後で、足りないところを補っていくというようなね、形で入れていただいたらというふうにね、思います。でこれを横に回すと大体これぐらいの感じですかね。これぐらいかな。ちょっと陽が前に出るというね、形になります。体の方はちょっと、まっすぐよりちょっと前にこけてるというね、ところですね。で後ろ手が奥にあるというところですね。でこれで取材の方は、構成が終わったというところで、副材にね、移っていきたいと思います。リンドはね、それぞれ鯛の添え、陽の添え、後ろ添えの添えと3本ね、入れることにしたいと思います。大体で切っておいて、水切りをしてしっかりとね、入れていきます。それからね、これで3本リンドを添えました。基本的にグループごとにね、1本ずつ添えたという形で、リンドあんまり傾けるとリンドらしくもね、ありませんので、そういうところをね、見といていただけたらと思います。そしてこのね、お見返しですね。お見返しは、黄色いふわっとしたお花ですので、これ全体にふわっとかけるようなね、気持ちで、場所をね、取っていきたいと思います。でこういうのが残ったら、これもね、残してまた後で添えていきます。で1本はやっぱりこれぐらいとね、整理してから入れていくとね、綺麗に入れやすいかと思います。はい、これでね、3本、整理をして入れたという状態で、あとちょっと長い横枝がありますので、それをね、多少添えていきます。はい、これでね、お見返しを、ちょっと横枝を加えた状態というのがこういう状態ですね。あんまりこう、これ裏から全部いけるというと難しいので、これ表からちょっと足して、しまいました。それで最後ね、服の方を入れていきます。服はね、この最初に紹介した赤い菊ですけれども、寸法的にはこの陽の4分の3というのがね、一番長いものですね。そして草と木の関係性ということを考えてですね、多少短めにいたします。で剣山の、右前からね、ぐっと傾けて入れていきましょう。
それから服の添えですね、向こう添え、あとでね、足元を整えるのにこうした、上を切った枝もね残しておいてくださいね。はい、これで足元のね菊が入りました。最初ちょっと入れた時は広げすぎたのでね、また前から、少し直しました。だいたいこう三角形を描くようにね、入れてっていただくと、綺麗に見えるかなと思います。はい、一応ねこれで完成ということで、またちょっと場面を変えて、解説の方をねもう少し加えて、終わっていきたいと思います。はい、今日はね、栗を取材に使った、森花。個性森花の方をやっていきました。で、栗というのはまあまあおおらかにね広がる枝ぶりを生かすというところでですね、おおらかに入れていただくと、大変いいかなというふうに、思います。そして最初にも申し上げました通りですね、葉を十分に整理をしてね、枝ぶりがよくわかるようにしてね、あんまり葉が多いとねむさ苦しい感じになりますから、そうならないようにね気をつけて、整理をしていただければと思います。整理をしてねちょっと足りないなと思ったら別の枝を足せばいいのでね、まあ整理をしすぎるぐらいでもいいかもしれません。それからあと実のね位置をしっかりと見ながらですね、配分をしていくというのもね、大事なところです。上の方をね切る場合もありますし、芽を際立たせるのにどのようにねしていくかというところが、大切な、ね、ところですね。ですのでその辺をこう考えながら、やってみてください。はい、でそれからですね、リンドはね、途中でこう青い彩りがこう中間に入るというところ、それからこのオミナエシですね、オミナエシは、柔らかな黄色がね、ふわふわっとこう入れば、量感もついてね大変美しいと思いますので、そのあたりをね、そういう気持ちでね入れてみてください。それから最後にね菊ですけど、菊は3本まとめてね、ある程度まとまりを作ることでですね足元をしっかり締めるという意味合いがありますので、まあ、そのように入れていただくといいかなと思います。これからね秋が近づいてくるわけですけれども、そんな中でもですねこうした今日の秋の花材リンドウやオミナエシ、そして菊といったものを使いながらですね秋を楽しむようにしていただければいいのではないかなというふうに思います。はい、久しぶりのね YouTube でしたけれども、まあ楽しんでいただきましたでしょうか。コロナ禍の中でね本当に、気持ちの方があまり、乗らない日々といいますか、そういうのが私の方も続いているなと思います。それを、ちょっとでもこう和らげるのにね、お花を生けるということを、続けて、行っていただければ、いいなというふうに、思います。今回もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回の YouTube はこれでね、終わりといたしたいというふうに思います。どうもありがとうございました。